リンジュース、プリンシェイクみたいな感じですかね。ありがとうございます。カモン、サンキュー。わー、この流れで逆走しますか。はい、ありがとう、バイバイ、さよなら。というわけで自転車ツアー終了です。わお、路上の床屋さん。では改めて当初の目的地、ギアンカフェって読み方でいいのかな。今団体さん帰ったからさっきまでほぼ満席だったみたいです。独特な作りのカフェです。エッグコーヒーアイスでございます。色がエッグっぽいですけど味はどうなんでしょうか。これは何だろうって把握するまでにちょっと間がありましたけど、美味しいです。卵がふわっとしてて、プリンジュース、プリンシェイクみたいな感じですかね。もちろんコーヒーの味もします。美味しいです。ごちそうさまでした。建物もレトロですごいなと思います。上で飲んでお会計はしたらしいです。よくわからないけど一階もレトロな作りで特別な場所って感じがします。なんとびっくり、横浜に支店があるとは。ひゃー。17時24分、ハノイ旧市街散策再開。とりあえず新カフェ、今新ツーリストって名前か、一番信頼できる大きな旅行会社にてパロンワンの手配してきます。飲食店がいっぱいあっていい匂いがします。お腹減ったぞ。さっきも同じこと言いましたが、ハノイ旧市街すごくお店の密度が高くて賑やかで楽しくて便利な感じがします。これさっき写真撮った場所ですね。うん、お店がたくさん並んでていい雰囲気です。なんか知らんけどポーズ撮ってくれた、ありがとう。 OK。 さてさて、目当ての新ツーリスト、ここかな。偽物が多いらしいので気をつけないといけません。合ってる？ここですか？本当？多分ここら辺。これ？新カフェツーリスト。いやー、わかんないな、似たようなの多いな。住所的にはここが本物っぽいです。ただいろいろ似た店あるからな、確信持てないな。あっちにも新ザ・新ツーリストってあるしね、あそこもザ・新ツーリストだし、何軒あった新ツーリストで。もともと新カフェって名前だったんですけど、パクられすぎて本家が名前変えたそうです。もう疑心暗鬼になってお店の前で5分ぐらい確認作業してます。まあこれだけ頑張って違ってたら諦めます。入ります。本物の新カフェでした。多分本物の新カフェのお姉さん丁寧に説明してくれました。あと綺麗な人です。ありがとうございます。カモン、サンキュー。無事に申し込みができたので一旦宿に帰ります。2時間後に水上人形劇見るチケット買ったので、ご飯食べて一休みしてシャワー浴びてちょっと忙しくなってきたかな。あー、お腹減ったな、お腹減ったな。何を食べようかな。あともう明日着る服がなくなっちゃったので洗剤も買わなくてはいけません。湖のところのステージのところまで来ました。さて洗剤はどこで買ったらいいのかな。なんか薬局っぽいからあそこで買えるかな。で、すごいな、わあ、この流れで逆走しますか。めちゃすぎる。宿の前の通りに帰ってきました。昨日美味しかったし、ここでご飯食べちゃいます。定番中の定番、生春巻きでございます。エビとか豚が入ってます。で、僕の大好きな甘酸っぱいソースもついてるし楽しみです。決して高級店ではないんですけど、やっぱり美味しいなと思います。
この薄くてもちもちした皮とか、中身の白滝じゃないけど、なんだろう、そういうのとか、スープもとてもいいし、爽やかで、うまく説明できなかった。まあ、とにかく美味しいです。宿に帰ってきました。自分で置いといてちょっとびっくりした。さて、あと1時間でシャワー浴びたり洗濯したり、頑張ろう。ジップロックで洗濯します。